先ほどのクイックソートは N ログ N ぐらいの計算量が必要だということをやったんですけれども、ここでは、まあ、ある意味もっともっと早いソート、バケットソート、あるいはビンソートと呼ばれているようなアルゴリズムをご説明したいと思います。これもちょっと大胆なやり方でですね、大胆でかつ簡単なやり方なんですけれども、ちょっと中身を説明した方がいいのでやってみます。ここではちょっとレコードもあった方がわかりいいので、この、こういう整数がキーで、こういう、まあ、豆の名前がレコードであるようなデータが与えられたとします。そして大事なことなんですが、このバケットソートと言われているものは、キーの値が、こういう有限個の値を取るということがあらかじめ分かっているときだけできるんですね。まあ、その典型的な場合は、例えば0から100までの、1から100までの整数とかそういう場合ですけれども、そうだと思ってちょっと考えてみましょう。まず、1から m までの値しか取らないことが分かってますから、それに応じてこう場所を用意します。m 個だけの場所を用意します。ここにレコードを入れられるようになってるわけですね。そして、上から順に見ていきます。そして、該当する数字のところに、レコードを一時的に保存します。実はこれ、同じキーの値が複数来たときにはちょっと工夫がいるんですが、まあ、ちょっと本質的なことではないので、そういうことはないかのようにして話を進めますと、まあ、こうやって作った下の表っていうのは普通はスカスカなわけですね。上には5個しかデータがないんですが、下の方には100個入れるところがあるわけで、大体のところは空いちゃってるわけです。そしてこれができたら、これを左から読んでいきます。そして、元の表記戻します。そうすると、ソート終了ですね。これは言ってみれば、七並べ方式ですね。七並べは7から繋がってないと置けないんですが、まあそういうルールを外すと、要するに山の一番上から取って、こう、きれいに整列させてやって、そしてそれを端から取っていく。まあそういうことになってます。これは驚くべきことに所要時間は N に比例しています。なぜかっていうと、最初に、下の細長いところに入れるのも N 個についてやるだけですし、元のところに書き戻すのも N 個だからです。ちなみにバケットソートのバケットっていうのは日本語でいうバケツのことなわけですけれども、なんか100個バケツが並んでてそこに入れるようなイメージですね。というわけで非常にいいわけなんですが、もっと早くすることもできます。まず最初に10の位でバケットソート、まず最初に1の位でバケットソート、次に10の位でバケットソート。そうやると、バケツの個数も10個で済みますし、ある意味早くなります。なんかうまい話ばかりのようなんですが、これには罠があってですね。まあ皆さんもお気づきだと思うんですけれども、メモリーを大量に消費します。最初は N 個だけ、N 個で、与えられたデータ、N だけの場所があればいいっていう話が今までのほとんどだったんですけれども、その他に、キーのあり得る値の個数 M だけ、メモリーが必要になってしまいます。結局、これはまあ実はよくあることではあるんですけれども、時間を早くする代わりに空間をたくさん消費するということなんですね。まあ、つまり、整理された、机の上が整理されたスペースが早い人は、こう早く仕事ができるんだけれども、使えるスペースが小さいと時間がかかってしまう。そういうことはよくあるんだということです。そして、最初にも言いましたけれども、キーの値について非常に強い制限がついています。キーの値が有限個でなければいけません。それから、ですから、こう、例えば、こう、実数がキーになっているような場合は困るわけですね。その 0.01 刻みで入れる場所を作っとけばいいと思ったところが、そのもう一つ下の位のところで違う二つのキーが来てしまったとか、そういうこともあるわけで、基本的に有限個しか可能性がないようなやつでしかできません。例えば体重でソートしろとかって言われたときには、
で体重っていうのは小数点以下ずっと下まで桁があるわけで、でそういうところについて全部こうバケツを用意しておくっていうことはできませんから、そういう場合はこの方法は使えないわけです。というわけで、キーの値のタイプにすごい制限があるということと、それからメモリーをかなり消費するという欠点はあるんですが、まあかなり高速にできるやり方だということです。